鳥獣害対策として、山形市と NTT 東日本山形支店は AI カメラを活用した実証実験を開始しました。で、ちょっとカメラを設置していただいています。はい。3週間ぐらい持つはず。こちらが実際に撮影し送信された動画になります。見回りの軽減、負担軽減という形でまずは設置させていただいております。こういった鳥獣害で困っている自治体の方々に広めていてですね、より効率的な捕獲を目指していきたいと思っております。電池は2週間に1回交換ですか？